そもそも知ってる表現が少なすぎる。特に字と日本語訳を一致させてる人がめちゃくちゃ多い。強弱の強いところがバババババッと聞こえて、弱い部分っていうのは多分頭の中で僕は文法で補ってると思いますけど、日常会話の方がよっぽど難しいと思うけどね。前から理解していくっていう癖をつけなきゃいけないので、それが大事になりますね、リスニングの場合は。では始まりました、マチュアチャンネルです。今回はですね、リスニングの勉強法をどうしたらいいのかわからないっていうですね、メッセージがいっぱい寄せられましたので、そちらに答えようかなと思いますね。まあ1学期の勉強法っていう動画をね、前に出したんですけども、その時に、いやリスニング入ってないじゃないですか、単語とか文法とかでそういったことは言ってるけどって言われたんで、はい、話しておきますね。リスニング、まあ大学受験を目指す人とか TOEIC とかね、英検とかそういった資格試験を目指す人でも、会話ができるようになりたいとか言った場合はまた全然別のものだと思います。ぶっちゃけて自分はできると思うようになったのは、まあ、留学中、特に7ヶ月ぐらいしてからですね、は聞こえるようになったなとは思ったんですけど、それまでの段階でもまあ TOEIC レベルだったら別に日本の勉強で聞こえるようにはなってたかな。トフルもがっつり今みたいに理解できるってレベルではなかったですけど、多少トフルでも聞こえるかなっていう感じでした。でまあそれなんでなのかっていうとですね、所詮ですね、トイックとかに出てくる音声とか大学入試で出てくる音声って大したことないんですよ。まあ東大はね、音質が悪くてゴニョゴニョしてて何言ってか分かんないってよく言われるんですけども、普通のね、他の、まあ、参考書でもそうですけど、まあ、プロのナレーターが読んでることが多いので、すごくクリアなんですよ。で、僕は留学して、いきなりもう何言ってか全然わからんってなったんで、TOEIC だったらもう全然余裕で聞けてたのに、留学した途端、アメリカ英語で勉強してきて、アメリカに留学してんのに、もうさっぱりわからない。で、こう3、4ヶ月来て、ああ、やっと慣れてきたぞって思って、で、日本人とね、英語教授法の資格コース受けてる、ね、3人でこう言って行って、映画見に行こうぜみたいな感じで行ったら、それね、イギリス英語の映画でね、3人とも全く分からず撃沈したっていうですね、苦い思い出を持ってるので、その聞こえないっていう苦しみはもう本当によく分かってるんですよ。まあよく言われるじゃないですか、英語の教師、他の言語やってみろと、できない人の気持ち分かんねえだろお前らとかっていう風にね言われたりするんですけど、僕はね、他のね、中国語だったり韓国語だったりとかフランス語だったりとかやってるので、その苦しみはよく分かってるので、特にもうフランス語は今でも発音無視して単語文法構文をがっつりやって和訳だけできるように大学院入試やってた人なんで、聞こえないんです。だからその悩みよく分かりますので、まず一番最初にもう絶対忘れちゃいけないこと、もう本当にね、リスニングができないですけどとかって言ってくる人たちの多くは、そもそも知ってる表現が少なすぎる。単語帳一冊の、まあ、ほとんどのものを知ってるっていう状況、まあ、全部を完璧に覚えるとは言わないですけど、ほとんどのものを覚えて、その単語の音と意味を知ってる状況にしてから来い。知らないものは聞こえないんですもん。知ってるものは聞こえるんですよ。だから韓国語とか勉強したことない人でも、アニハセヨとかカムサムニダとかっていうのは聞こえるわけですね。それ知ってるからですよ。知らなかったら聞こえないわけでしょ。パンガスミニダーとかアプローチャルブタカミニダーとかっていうのは、知ってる人にとってはすごい簡単な表現で、もう知らない人には何言ってんだかさっぱりわからないわけです。そういうことです。簡単な話なんですよ。まず知ってる表現を増やさなきゃいけない。でそこで単語帳の単語知りませんっていう状況では全然ダメなわけです。だから英検の問題でリスニング全然聞こえないんです。まず英検の単語帳終わってから言いなさい。トイックのリスニング全く聞こえないです。トイックの単語帳終わってから言いなさい。そこが大事です。二つ目として、単語帳終わってますでも聞こえないんですっていう人ですね。それはまさに僕のフランス語と同じで、字と意味を一致させてもしょうがないわけです。特に字と日本語訳を一致させてる人がめちゃくちゃ多い。でまあこれによっていろんなズレが起こったりして弊害がたくさん生じてくるんですけど、そうやってやってるからなかなかリスニングができない。でだからリスニングのプロセス、あなたの頭の中でどうなってるかっていうと、まず英語の音が聞こえますね。その英語の音をスペルに変換します。でそのスペルを日本語訳に変換して、でやっと意味がつかめるっていう状況になるわけですね。だからプロセスが多すぎるんですよ。そこを音から意味へつなげなきゃいけないので、そこが大事です。そもそも自分の持ってる音と一致しない、つまりスペルとつながんないってことが起こっちゃうわけですよ。まあ変換してもね、結構うまくいくときとかはあるんですよ。例えば何でもいいですけど、 immediately とかっていうのは聞いたときに immediately だ、そして日本語の音に変換して、単語のスペルに変換して、その後で
すぐにだってやって意味がわかる。めちゃ長い。イミリアと言って、エイトとは言ってないわけですね。これね、イミリアって言ってるんだけど、ずれちゃってる。でも、デリカットとかっていうのはずれてたらもう聞こえなかったりするわけじゃなくて、デリケートに行かない人がいっぱいいます。ハリケーンとかもそうですね。ハリケーンって出てくると大体ね、ハリケーンだってわかんないから、そう、もう自分の発音で覚えちゃってるから、だから意味につながらない。知らない音だから、知らない単語と同じ状況になっちゃうってことです。だから、音もきちんと覚えていかなきゃいけません。で、なるべく音と意味がつながるようにやっていかなきゃいけません。みんなだから音で、その音を日本語のあなたの発音に変換して、でスペルに変換して、スペルから和訳に変換してってやってるわけです。だから僕がやってるプロセスっていうのは音を聞いてそれを意味に変えてるだけだから、全然速さが違うわけですね。そう、わざわざ頭の中でこう英文並べて主語がここだとかってやってないですし、それを日本語訳したりとかもしてないんですよ。じゃあこの訓練をしなきゃいけない。じゃあどうするのか。そう、だから単語単位のところでまずは音を覚えなきゃいけない。音聞いて意味がわかるようにしなきゃいけない。だ、自分自身はそのよく言うのは、ただ呼びのね、トイック講座、これからパート2、パート3とか出てきて喋ることになるんですけど、そう、イメージしろと。頭の中で。文が出てきて、文を単語、構文、和訳、意味にするんじゃなくて、文をイメージに直結させろっていうふうに言うんですよ。そうすれば早く聞こえるようになってきます。で、もちろんその点では、だから留学したりとか、やっぱ暮らすっていうのが圧倒的なんですよ。あ、この場面でこういうふうに喋るんだって分かることがものすごく多いから、自分自身は留学してた時の場面がいっぱい浮かぶわけですね。だ、大学入試の会話問題っていうのも、リスニングじゃないけれど、こう読んでて、全然場面が浮かばないって人いっぱいいますね。大学生活の話とかさ、もう自分は見てすぐに場面が浮かぶけど、これは受験生には酷だなって思うことがあったりするわけですよ。だから場面が浮かぶっていうのが大事になってくるんですね。もちろん音にはね、あの連結とか、いろんなルールっていうのを覚えていかなきゃいけないわけなんですが、そこは、まあ、ただ呼びの授業で見てますが、なるべく強弱をつけるとかっていうのをやって、どういうふうに読まれるのかっていうのを、こう、体得していくしかないと思うんだよね。意識的に最初はやらなきゃいけないだろうけど、それが無意識にできるようにならない限りはね、なかなか処理が追いつかないと思いますよ、頭の。強弱の強いところがスパパパパッと聞こえて、弱い部分っていうのは多分頭の中で僕は文法で補ってると思いますけどね、聞こえてない部分とか。だからそういった意味でね、ディクテーションしなさいとかっていう人が多いのはそういうことです。ちゃんと音をスペルと一致させろっていうことですよね。で、僕はスペル知らない単語もいっぱいあります。音だけで覚えたのもたくさんある。それはやっぱ生活したからですね。そんなこと言ったって留学できねえしさ。もうわかります。だから場面を知るっていうものとしては、今や教材は山ほどありますから。自分自身も別に留学する前から英語のニュースっていうのは聞いてたし、そんなニュースなんか難しいじゃないですか、わかるんですか。日常会話の方がよっぽど難しいと思うけどね。習ってきてない表現だらけだと思いますけど、そのニュースの、特にほら NHK のさ、7時と9時か、あれ副音声あるじゃないですか。あれ副音声ってね、画面見てりゃさ、わかるしさ、内容でニュース知ってりゃどういうことだかわかるから、結構ね、そう、分かった気になれるっていうの、なんですごく良かったですよ。自分自身は好きでした。で、それがどんどんできるようになってきたら、同時進行的にやつの、やっぱドラマとか映画見るっていうのをやってましたね。アメリカ留学した時に、最初は本当子供向けの番組か日本のアニメ見てた。で、子供向けの、子供向けって本当に幼児さんとか見るやつですよ。だったらすごいゆっくり喋ってくれるからわかる。ただし単語はむずいですよ。あなたが習ってない単語山ほど出てきますよ。で、それ分かったし、で、日本のアニメだったらわかるから、大体ドラゴンボールとかも見たことあるやつとかを結構見てましたけど、結構理解できるから楽しんでましたけどね。その次のレベルがディズニーチャンネルのようなドラマ、小中高生とかが見るような、ああいうやつで、だんだん聞こえるようになってきて、普通のドラマとかをね、見るようになりましたね。で、映画も普通にもう映画館に行って見たり、 DVD 借りて見たりとかっていうのをやってました。で、こういう教材は山ほどある。今手に入るから、そんなまだまだなんですよ、全然なんですって言うんだったら、普通の NHK のラジオでもいいからさ、英語のね、やってるじゃないですか。すごい下のレベルから。英検のやつもそうですね。すごい下のレベルからやってごらんなさい。ね、超下のレベルだったら聞こえるでしょ。そういうことなんですよ。で、英検3級とか4級とか聞いて余裕じゃん。この楽勝じゃんって思えるわけでしょ。知ってる表現ばっかだし。でもだってほら、文構造とかもさ、複雑じゃないし、短い文ばっかだから、英検とかも級が上がっていくと、だんだん複雑になってっちゃうじゃないですか、構造は。そうなんですよ。まあこれがある意味日本のね、英語学習の弊害でもあるといえば弊害でもあるんですけど、その前から理解していくっていう癖をつけなきゃいけないので、それが大事になりますね、リスニングの場合は。そうでしょ、英語ってほら関係詞後ろがくっつけど、前から読んでて、こういう人々 people で、どういう人々なの、 who are なんとかなんとかみたいに続くのも、人々こういうっていう風に、そうやって理解していかなきゃいけないね。それが結構大変だと思うんですけど、ただ何でもかんでも一語一語前から理解できるわけじゃないですよ。ネイティブスピーカーだって同じですよ。ジョン・ガッケンって言って、あ、ジョン・ガッケンをゲットした
っていうのが to come だったらさ、ジャンガーケン to come だったら県に来させたっていう意味でしょ。後ろに取る形によって当然ね、動詞の意味って変わったりするわけで、それは当然ネイティブも途中で変換するわけですよ。これ複雑な文とかネイティブに読ませたりするとよくわかりますけど、そうなんですよ。だからやっぱり塊単位、フレーズ単位でいろいろな表現を知っていかなきゃいけないっていうのがあります。だから最初は単語単位でいいんだけど、だんだんフレーズ単位、文単位で聞こえる表現を増やしていく、フレーズ単位、文単位で覚えている表現を増やしていく、こういうことを怠って、とにかく聞きゃなんとかなるって思ってる人がいるんだけど、違いますよ。ちゃんと聞く準備ができてからです。単語単位で覚えていけばいいけど、その時に音を忘れるな。そこからフレーズ単位で覚えていきなさい。そして場面が浮かぶようにしなさい。で、場面が浮かぶようになってほしい。で、それが分かんない場合は、やっぱりこのね、今やネット時代ですから、たくさん見れるから、ニュースで見たりとかドラマで見たりとかいいです。子供番組で構いません。最初の分かる状況からじゃなくて、楽しくなくてやめちゃうじゃん。 NHK のラジオでもいいです。英検のめっちゃ簡単なのでもいいです。自分の分かるやつ、場面が浮かぶやつからやっていくんです。で、そうやってやってって、音とイメージですね、音とイメージがつながるようにやっていってください。音をスペルに変えて、スペルを和訳して、それを理解するなんて時間はないですから。だからこれを目指すことです。日本語訳するんじゃなくて、その状況が浮かぶように訓練していくって、これが最も大事になりますね。で、あとはそれぞれのテスト戦略がありますから、テストに応じた力を身につけていかなきゃいけません。こんな感じですね。まあ皆さんの受ける大学とかによっても違うとは思いますが、音聞いてイメージも出せないって人はそこをまずやってください。それができるようになってから、テスト戦略の部分を加えていけば、それで点は取れるようになります。理解できる表現は聞こえるんです。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.